はい、クイックス塗装便用キズリペアシステムの最終的な実験です。多分みんなこう思ってるはずですよ。ペーパーで水研ぎしてコンパウンド、目消しコンパウンドやって、で鏡面用コンパウンドをやってるだけなんじゃないかっていうふうにみんなきっと思っていると思う。確かに僕も思う。あのブルーパールもそうですけども、粒度を変えてやったら綺麗になった。はい、じゃあさらに細かい粒度のコンパウンドもあります。これはうちで使ってるワコーズのフィニッシュコンパウンド PC、仕上げ用の超微粒子コンパウンドなんですけども、じゃあこいつとですね、このクイックスを使った状態っていうのが、まあ、どれだけの差が出るかやってみようかな。じゃあ途中から選手交代するために、ちょっとめんどくさいけど、またこの黒いタンクでやります。黒いタンクを、まあ、横方向にね、ペーパー入れますよ。これクイックスに付属のペーパーですからね。ペーパー入れます。で入れました。そうすると曇りますよ。ほら曇った、曇ってますね。わかりますね、曇ってる。じゃあこの状態から1液は半分だけ使います。真ん中から半分をやって、まあ、この1液がコンパウンドであるということはもうバレてます。はい、で1液を使って縦方向にやってやる。そういえばあれですね、孤独のグルメの作家の方が亡くなりましたね。はい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 、でやってやる。あ、そうか、ここまでは一緒でいいんだ。あの最後の仕上げをのコンパウンドを微粒子にするわけだから、ここまでは一緒でいいんですね。1液を使って一撃を入れていきます。これは間違いなくコンパウンドだな、もう感覚から分かる。ね、で見た、こすったよう。で、それを水拭き。多分これでもまだ曇ってるはず。ね、曇ってますね。もう白くなってるのがわかる。これでもだいぶ綺麗になったけどね。で、これで、まあ、バフベネが残ってますよ。じゃあさっきこっちが2液だったら、こっち2液にしてみましょうか。2液例えば、全然私事なんですけど、関係ないんですけど、西城秀樹さんってあれですね、いつの間にか入院生活だったんですね。下半身麻痺でしたっけ、半身不随でしたね。円を描くように半分だけ綺麗にします。これね、すぐ綺麗になるんですよ。本当に騙されたかっていうぐらい綺麗になる。ピカピカになります。で、こんなもんなんじゃないかな。うん、確かに綺麗になりますね。じゃあ次、同じ付属のものを使います。で、このフィニッシュカット和光ケミカルの仕上げ用コンパウンドですね。はい、を入れてやります。こする。こんなもんかな。こっちの方がいっぱいやっちゃった気がする、ね。で、最終的に拭き上げる。
バンドいっぱいついてる。吹き上げとどうなるか。うん、やばい、今回はフィニッシュカットの圧勝だな。これどう見てもそうですね、フィニッシュカットの圧勝。こっちの方が全然綺麗だな。どうかな、うん、主観的な話ですけども、すみません、じゃあもうちょっとさっきこの2液をつけてもうちょっときつく磨いてみましょう。一生懸命ゴシゴシね。よっ、どうだ、引き上げ、うん、うん、コーツつけがたし、コーツつけがたしだな。うん、どうだろう。フィニッシュカットいくらだっけ、2000ぐらい、2000、あの映像に映りづらいと思うんで主観的な判断で申し訳ないんですが、今回のやり方だとこっちに軍配です。はい、仕上げ用超微粒子の超表面コンパウンドですね。で、こすった方が綺麗です。はい、です。ただあのコンパウンドはコンパウンドなんで、あの表面を薄く削り取ってます。で、まあ、これが、まあ、言うところによると表面の傷の薄い細かいスクラッチのですね間に入り込んで組成変形させてるというんですけども、まあ、あの僕目が良くないんで、確かめはできないんですが、どうでしょう、どちらを選ぶかはあなた次第。でもね、本当ね、バフ目がね、いやでもね、確かにね、こうやって言うと分かるんですけど、あの、まあ、両方とも結構バフ目は消えてる、クリアになってる。確かにグロッシーに見えます。はい、グロッシーに見えるんですけど、どうなんだろう、どうなんだろうね、どうなんでしょう、石岡さん。じゃあね、どっちが綺麗、パッと見て、こっち側とこっち側、目の悪い石岡さん、右、右、フィニッシュカットだね、うん、の方が綺麗だな。やっぱ専門の現場で使われているこの専門のコンパウンド、うん、バフ目を消去するって書いてありますね。こっちの方が勝ちです。でこの上からワックスをかけてやったらいいんじゃないかなと思います。はい、というわけで、まあ、どれがいいか、いろんな角度からですね、まあ、うちのブルーパールも含めてですね、検証してみたんですけども、手軽さで言えばブルーパールが一番手軽です。1液で済みますんで。で、複雑な手順を踏んで、こう傷、ある程度の傷を消せるという意味では傷リペアシステムは非常に優れています。ただ曇りとか、その例えばシートが擦れた、その曇ったツヤが消えちゃった部分、そういうところをきれいにするのは傷リペアシステムじゃなくてもいい気がします。あのフィニッシュカットですね、でフィニッシュカットだっけ、そう、フィニッシュカットで、専門的にですね機械を使って磨いた方がおそらく最終的にはバフ目も消えて、綺麗になる。ただフィニッシュカットをいきなり使っても傷は消えないし、いきなりフィニッシュカットを使ってもあの曇りっていうのはなかなか簡単には消えないです。はい、だし、あとこれフィニッシュカットはこれただのコンパウンドなんで、あの綺麗にしたらその後きちんと表面をコーティングなりしてやんないと水垢まみれになります。はい、これ悲しいかな、コンパウンドの特性、一皮むいちゃうんで、
で、まあ、あのブルーパールはカルナバ入ってますんで、その後の表面仕上げ、あの塗装、まあ、コーティングとはいらない、はい。で、キズルペアシステムも一応コーティングとはいらないんですけども、いかんせん量が少なくて値段がちょっと割高っていう風になってます。はい、というわけでいろんな特性が あるんですけども、あの、まあ、1個あればですね、小さいスケールであればバイクのタンク1個ぐらいだったら、まあ、対応できるのかなという気はします。これ写真に写ってるようにですね、自動車はボンネット1枚も無理でしょう、はい、と思うんですけども、あの1個あってもいいんじゃないかなとは思います。はい、で、フィニッシュカットもですね、まあ、これもあの1個あってもいいんじゃないかな。 ただこれを使うのって非常にこう最後の仕上げですんで、あのこれでいうところの2液を使う現場でこれを代わりに使えるぐらいな感じで考えておいてください。で、まあ、うちで押しているブルーパールは1本で最初から最後までできます。はい、ただ最終的な、まあ、ツヤだけをもうバリツヤに出したいんだっていう風になった場合は、こう1本で揃っているものよりも、これとですね、あとあの目消し、それからペーパー、それから最終的な仕上げのシェイクとのコンパウンドですね、を全部揃えて、一からやっていった方が、まあ、仕上げには納得できるのか、納得というか、まあ、その仕上げにこだわる人には、まあ、追求する人には納得できるでしょう。ただ手間もコストもかかるというような感じのまとめです。はい、特に黒を使っている人はいろいろ気にするところが多いので、僕のおすすめは全部揃えるといいんじゃないかなと思います。はい、というわけでホワイトベースのレビュー動画で、ございました。よくまとまった。全部揃えるといいよね。そうですね、ね、うちも全部揃ってます。はい、その通りだお疲れ様でした。ありがとうございます。